これからご紹介する作品は、フランスを代表する画家、ミッシェル・ドラクロワが、リトグラフの版画で制作したパリの絵です。タイトルは、パリの思い出1です。このリトグラフの版画は、パリの思い出三部作の一つとして、1980年代後半にリリースされた作品です。この三部作のリトグラフの版画は、画集も付けられて、限定枚数500部がそれぞれ制作されました。ミッシェル・ドラクロワの幼少期、20世紀初頭の古き良きパリの日常が描かれたリトグラフの版画です。このリトグラフの版画を見ていると、パリの日常がまだのんびりとしていた時代の雰囲気が伝わってきます。このリトグラフの版画は制作されてから30年以上経過していますが、これまで一度も額装されたことがないバージンシートで、今回初めて額に入った新品同様の完品です。ミッシェル・ドラクロワのコレクターやファンの方にぜひお勧めしたいリトグラフの版画です。